米メディアが時系列で追う大谷サイドが借金肩代わり否定、水原一平氏の騒動。ドジャースのスター、大谷翔平投手29の通訳を務めていた水原一平氏39に関する騒動が、米国で大きな波紋を広げている。水原氏が違法ブックメーカーへの借金肩代わりのために大谷の口座から莫大な金額を送金したという疑惑が浮上し、それに伴い大谷の名声にも影響を及ぼしている。こうした一連の出来事を時系列で追った記事が米ヤフースポーツで公開されている。2024年1月、連邦捜査当局がカリフォルニア州でブックメーカーを運営するマシュー・ボーヤー氏の捜査を進める中、大谷の名前が送金記録で発見された。3月19日、この情報が ESPN によって取り上げられ、大谷サイドによるコメントが求められた。大谷側の広報担当は、大家が水原氏の借金を肩代わりするために送金したと主張し、水原氏も90分間のインタビューで自身の立場を説明した。翌3月20日、新たな展開が相次いだ。まず大谷の広報担当は、顧問弁護士との連絡の後に、水原氏の借金肩代わりについての発言を否定した。その後、大谷の顧問弁護士は声明を出し、大谷が窃盗の被害者であることを明らかにした。一方、水原氏は再び ESPN のインタビューに応じたが、窃盗で告発されたことに関するコメントを避けた。その後、水原氏は発言を撤回し、大谷が自身のギャンブル行為や借金について知らなかったと主張した。同日、ロサンゼルスタイムズ紙もこのニュースを報じ、水原氏の契約解除が明らかになった。記事は、大谷サイドの説明が変遷していることを指摘し、大谷が賭博に関与している可能性についての疑念が広がっている一方で、報道では水原氏が全てを単独で言ったと伝えられていると述べている。この疑惑が浮上して以来、野球ファンの間でも憶測が飛び交い、ソーシャルメディアは大谷サイドの真相を求める声で溢れた。大谷サイドはこれまでの経緯を説明し、今後の法的手続きを通じて真実を明らかにする姿勢を強調している。4月7日、大谷は自身の公式声明を発表し、事件に関しての不安と困惑を表明した。また、真実が明らかになるまでの間、ファンやメディアの理解と忍耐を求めるコメントを提供した。今後の展開として、連邦当局による捜査がどう進展するかが注目されている。もし水原氏が独断で行動していた場合、大谷は犠牲者である可能性が高くなる。しかし、仮に大谷が関与していた事実が発掘された場合には、その選手としての評価にまで打撃を受けかねない。メジャーリーグ野球 MLB もこの問題に注目しており、調査結果によってはリーグの規律に関わる処分が下されることも考えられる。警察の捜査と並行して、大谷と水原両氏に対する司法的な判断がどのように下されるかがキーとなる。この先、世論の目は確固たる証拠とその解釈に焦点を当て、スポーツの世界における倫理と法の境界線を改めて考察する契機となるだろう。